はい、こんにちは、親父です。リトルゲームのね、番外編とでも言いましょうか。攻略本紹介の、レトロゲームなのに攻略本紹介でもあるし、レトロゲームではない。まあ、レトロゲームの部分もちょっと入ってるか。紹介したいと思います。最近というか、これちょっとね、安く買ってハマっております。ジャガビーの幸せバター。美味しい。なんで今日は、公営系の戦国シミュレーション。こちらがね、私大好きなんですけど、それの紹介をね、紹介をしていきたいと思います。それでここに行くか。はい。攻略本というよりはね、武将ファイルですね。こちら。信長の野望。小勢力、武将ファイル。要はゲームのね、武将のデータが書いてあるんですけど、データの他にね、この武将はこういうことやったよっていうのが書いてあるんで、そういうのが好きでね、こういうの買ってました。ゲームとしては全部は持ってないんですけども、これが出るたびに新品で買ってましたね。で、基本的にはパソコン版で出るんで、定価もね、だいたい2000円ぐらいを超えることが多くて、ちょうどハマった頃の時代のゲームっていうのは、定価で買ってあります。で、古いやつだとか、その後ね、そうだね、古いやつなんかはブックオフなんかで買ったりしてるんで、安く手に入れたりしてます。次はこちらですね。信長の野望、烈風伝。こちらも400円で買ってますね。ちょっとサクサクいきましょう。で、信長の野望、乱世紀。こちらはブックオフで100円で購入してます。結構ね、高いんでね、これ攻略本、武将ファイル。で、もちろんね、なかなかね、ブックオフとかで見つけることもだいぶ少ないんでね。やっぱりこういうのデータ集っていうのは売る人が少ないんでしょうか。で、こちら、信長の野望。蒼天録のね、マニアックス。これは武将ファイルのみじゃなくて、いろんなデータが載ってますね。その他にも一応武将のデータが載ってるんで買いました。こちらはいくらで買ったかは書いてないですね。定価では買ってないです。で、信長の野望、革新。これは多分もう定価で買ってると思います。はい、確信。信長好きです。基本的にはね、織田信長を使うことが多いですね。ただ、三国志でいう関羽雲長が好きなんで、上杉謙信なんかも好きです。で、なんだ、天下創生。こちらも武将ファイル買ってます。これをね、お風呂なんか入ると、まあ、最近一人暮らししてからはね、節約のためにほとんどシャワーでお風呂入んないんですけど、お風呂なんかに浸かりながらね、じっくり読むのが好きだったりします。信長は これまでですね。じゃあ次に移ります。はい、次はね、こちらですね、まずは。水滸伝。水滸伝はね、プレステかなんかではやったのかな？やっぱり同じようにこれ交換ファイル、武将ファイルなんですけど、定価がやっぱり2000円ぐらいしますね。これ多分新品で買ったと思います。誰だったかな、私が好きなのはね。まあ、公文竜獅子も好きなんですけども、誰だ、関翔っていうのがね、関羽の一応、子孫っていう設定になってるんでね。表紙と林中も結構好きだな。カエも好きだね。弓のカエ。勝利校カエ。結構ね、かっこいいかったり、強かったりするのが結構多いんでね。女性交換なんかも多かったりして。武将。あ、でも、獅子が一番好きかもしれないな。これ結局、分かれてるんでね。この、水滸伝の108世の他に、朝廷の武将とかね、朝廷の武将の中でも、まあいいや、こういうの語るんじゃない。これは PSP で出すか。三国志、英傑プロファイル。これは多分三国志のデータ集ではなくて、武将の紹介だとか、
物事のことを書いてある。例えば誰と誰が戦ってどうだとか、うん、そういうのも書いてたりしますね。300円です。一応声が出していますね、これは。そしてこれもちょっと古い方からいこうか。特にね、まあ、今水滸伝の後に普通に三国志に入っちゃいましたけど、とにかく三国志が好き。三国志はね、やっぱり友達がねパソコン持ってた影響もあるし、そうだね、ファミコンだね、三国志2なんかをね最初に始めたと思います。その後1とかやったりしてたんですけど、攻略本に関してはこちら三国志3、こちらから入りました。この頃はもうスーパーファミコンとかも2も出てるね、1も出てるね。でもスーパーファミコンでやりました。武将ファイル、やっぱ同じようにねデータが載ってます。もうね、私はね関羽が好き、関羽雲長が好きな男なんでね、やっぱね義に厚いってところね、強いだけじゃなくてね義理に厚いっていうのがね私の一番好きなところであります。関羽雲長、こちらです。私関羽が大好きです。関羽とね義の長領っていうのも好きなんですね。義の長領もね義に厚い武将なんで、でそれで力も戦闘も強くて知力も高いと、なんで好きです。三国志4の武将ファイル、これも三国志は多分ねほぼ新品で買ってる。これは中古で買ったと思う、値段書いてないけど。4は3は新品で買った。そして三国志5、私の中で三国志ね、まあ途中で終わってるんですけども、2、この5、9、この3つがねベスト3に上がる作品で、この5はね戦闘がすごい楽しかった。いろんな陣形があったんですけども、すごい戦闘が楽しいね三国志でしたね。で三国志6、これはもう定価なんで、これは中古だったかな。三国志7、三国志7はそんなに好きじゃないかな、クリアはしました。で三国志8、これもねこれはでもやったかな、8はやったか。でこちらがね9、これがもう大好き。多分これ1、2を争うんじゃないかなというぐらい好きです。これはねもうリアルタイムでね戦闘が進んでって、これ面白かったな。ある意味この9で私終わっちゃってるかもしれないな。またね関羽雲長がねかっこいいんだよ。時間は、はい。で三国志9の完全攻略マニュアル、なんか安かったから買ったのかな、9好きだから。多分これ定価では買ってないですね。で三国志10、ここからね武将個人を選べるようになって、例えば今までだったら軍友っていうか、まあ、三国志劉備だとか曹操とか孫権とかね、そういう大将をね選んで進めていくゲームだったんですけども、それがね、配下武将も操れる。配下武将になりきれるみたいな。例えば私だったら関羽雲長として、この三国時代をね、堪能できる。楽しめるっていうね、そういうゲームなんですけど、個人的にあんまりこれ好きじゃなかった。なんで私はもう9で止まってます。で、三国志11。これはもう多分ゲーム買ってないです。もう10で完全にダメだったんで、9は買って、ゲーム自体やったことないです。で、武将ファイルも、今ね、三国志は13ぐらいまで出てるんですか？ちょっと逆に質問しちゃってるんですけども。11までしか持ってないです。で、あと、これはまたちょっと関係ないんですけど、声が大事。あれ？これさっき最初に紹介した。これ最初に紹介したね。英傑プロファイル。はい。で、三国志が終わりました。はい、ってことでね、ちょっといろいろ詰め込もうかなとも思ったんですけども、まあ一応、光栄の武将ファイル紹介ということで、一回ここでやめたいと思います。で、この後また何本かちょっと取ろうかなと思ってるんで、紹介したいと思います。それではね、ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。バイチャー。